こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはこちらです。ビーストボックス見ていきましょう。ということで今回ね、はい、こちら用意しました。そろそろね、こう今ね梅雨も明けまして、こう暑い時期にねなってくるということで、この今ねこの揃えたのがこの全部虫シリーズです。はい、この虫、例えばこことかこのビーストボックスのこのマークついてるんですけど、これが虫族なんですよ。なのでこれ全部虫になってます、おそらく。はい、で最近結構ね、今年か、今年はもう昆虫とか虫のね季節じゃないですか、いろいろと世間的に。うん、なんかね戦隊とかもそうだしね、うん、なんかねいろいろそうだと思うので、このビーストボックスでもおもろい虫たくさんあるよっていうねことをね、ちょっとやっていきたいと思います。はい、ということで今全部ボックスモードにしてます。まあ、なのでこのね、はい、それぞれのこのボックスが何に変形するのかっていうのを皆さんねちょっと考えて、考えながらね見ていただければ面白いんじゃないかなと思います。はい、ということで1個目こちらです。はい、この赤いこのボックスが何に変形するのかっていうところをちょっと皆さんね、考えてください。でこれね、ほんとここにこのミサイルがつくんですけど、これミサイルくっつけると外れなくなっちゃうのでちょっと外してます。はい、じゃあ変形させていきましょう。まずはここですね。はい、ここを外すと、でこれのこのこいつのね名前はデーモンダートと言います。はい、まずは、はい、この足ですね、足を開いてあげて、で次がここですね。はい、頭でここを、はい、外してあげて、いやほんとすごいですよね、こうやってなんか全部が同じ規格のサイズのボックスに変形してしまうっていうねシリーズなんですけれども、こうやって集めればね、集めるほどこうたくさん並べてね、こう綺麗に飾ったりとかもできるんで、なんかおしゃれですよね。はい、でこうやって足をくっつけてあげて、でこっちが頭ですね。はい、でああちょっともう分かってきたかもしれないですこれは。はい、でこうやって足をそこからこう出してあげれば、はい、これでカブトムシ完成になります。どうでしょうか、予想できましたでしょうか皆さん。もうねこのすでにデーモンダート知ってる方なら、あこれね、あのカブトムシに変形するなってわかると思うんですけど、このボックス状態で何に変形するかってわかんないですよね。本当にこの変形が素晴らしいです。でさらにこのデーモンダートギミックがありまして、はい、もう1形態違う変形することができます。まずは、はい、このなんかスカウターみたいなやつくっつけて、で羽開きます、もちろんカブトムシなんで。でさらにこの中の羽も開きます。でさっきのこのミサイルです、これをここの下の部分に取り付けることができると、こうですね。はい、こうやってくっつけてあげて、反対側もくっつけると、はい、こうですね。はい、これでカブトムシのジェットモードになります。めちゃくちゃかっこいい。でまあこうね、自分が好きなようにこう例えば足をねこう畳んであげたりしまして、でも本当にこう飛行機みたいな状態に、ね、してあげるっていうこともできます。こうやってね、はい、こうやればもうなんか本当にジェット機みたいなモードになってますよね。はい、こういう楽しさもある。まあこのデーモンダート結構ねこの特別というか、もう本当に秀逸な、ね、ものなんで、こういう変形も楽しむことができるって感じになっております。いや、いいね。はい、ということでガブトでした。はい、じゃあ次はどれいきましょう。
結構あの同じ変形のやつも混ざってます。はい、なのでちょっとそこはご了承いただきまして、じゃあ次こちら行きましょう。これはい、取り出せるかな。はい、ちょっと待ってよ。はい、これはい、これですね。これが何に変形するのか、あ、ちょっとここら辺ヒントかもしれないですね。ここら辺、はい、じゃあちょっと変形させていきましょう。まずはここをパカッと上に、はい、持ち上げてこうですね。はい、変形させてあげると、で、次が、ここら辺のロックを外してあげると、あ、やばい、顔が出てきました。はい、で、ここの羽をくるっと回転させる。はい、反対側もこうですね。で、これが腹部ですね。で、そしたらこの体を起こしてあげて頭を上に持っていきます。はい、で、体閉じてあげて、で、この鎌をこう出してあげると、あ、もうこの鎌でちょっともうね、気づいた方にいるかもしれません。はい、で、体を起こしてあげて、こうですね、で、羽、こうやって足をいい感じにこうやってね、開いてあげて、反対側も開いてあげれば、はい、これでなんとカマキリになります。ということで、はい、こんな感じになってます。いや、いいですね、めちゃくちゃかっこいい。いや、なんかだいぶね、このやっぱこう虫、この緑で 目が赤かったりするとちょっと仮面ライダーっぽく見えてしまいますよね。はい、個人的にはね、黄色いカマキリとか出してほしいですね。特にね、別に意味はないですよ、黄色に。だけどちょっと黄色いカマキリをね、ちょっと出してほしいなと思いますね。はい、いや、素晴らしい。こんなさ、ちっちゃいさ、ボックスからこんなに大きいねカマキリになるっていうね、素晴らしいです。で、まあ、カマキリに関してはまあ普通に可動が結構多いんで、まあ全部可動すごいんですけど、はい、こんな感じになっております。はい、じゃあ次は、じゃあ、これこっち先に行こうかな。はい、こっち、はい、パカッと開いてこれを出してあげると、はい、じゃあこれが何に変形するのか、ちょっと色的にはちょっとカマキリに似てますね、黄緑とかで。はい、じゃあやっていきましょう。これはもうパタパタともう開いていくと、はい、こんな感じでパタパタと開いていきます。おー、なんかもうちょっとね、どうでしょうか、この辺で分かった方いるんでしょうか。あ、ちょっとで、カマキリの名前ちょっと言うの忘れてたんですけど、リーパーです、カマキリは。はい、リーパーって名前です。で、このようにいろいろと展開をしていくと、はい、で、めちゃくちゃ大きくなります、これは。はい、もうこんな感じですっごいね、スライドとか引き出しとかが多いんで、はい、もうめちゃくちゃ大きい。で、最後この真ん中をこうやって変形させてあげれば、はい、これでなんと蝶々になります。あ、ガです。はい、これの名前カイトモスって言うんですけど、ガですね。はい、こんな感じになっております。いや、素晴らしいね、こんなに大きいんですよ。これは確か30センチぐらいあった気がします。ちょっと前定規で測ってみますと、はい、あ、30センチありますね、ほら、めちゃくちゃ大きいということで、いや、本当にすごい。これを全部こうパタパタとこう畳んでこう立方体にするっていうね、ものは面白いですよね。はい、これもこうやって首動かしたりとかね、この触覚動かしたりとかすることができます。はい、で、あとスタンドとかにもね、それぞれつけることができます。はい、ちょっとここに置いておきましょうか、置けないな、大きすぎて。はい、で、これが、まあ、ガでした。はい、じゃあ次は、じゃあこれいきましょうか。これ、
はい、ちょっと取り出していきましょう。はい、これです。このこんな感じになっております。あー、なんかちょっと色でね、ちょっとわかるかもしれません。じゃあやっていきましょう。はい、このロックをいろいろ外していきます。はい、これね、このボックスモードでも結構ロックとかね、結構されてるので、こうカッチリ感がねすごいですよね。固定されていて、はい。でこれ羽ですね、羽。このクリアパーツが美しい、本当にこのビーストボックスは。はい、でこうやって羽を広げてあげると、はい。で、あー、顔がちょっと出てきましたね。これはもう分かる方いるんじゃないでしょうか。はい、で足をくるくるくると回転させて引っ張ってあげる。反対側も足を、はい、こうやって出してあげて、くる、はい、くるくると、はい、こうですね。で引っ張ってあげると、でそしたらこれ下に持っていってあげて、でこの部分は回転させます。はい、こうですね。で触覚を上に上げると、ああ、もうこの時点でもだいぶ、はい、分かってきたんじゃないでしょうか。で次はこっちですね。これを、はい、腹部になってるので伸ばして、でくるっと回転させて、こう、はい、くっつけてあげて、反対側もくっつけて、で畳んであげると、はい、これで、なんと8になります。8ですね。はい、こんな感じになってます。いや、めちゃくちゃかっこいい。これの名前がガンパウダーっていうね、名前になってます。名前も全部ね、かっこいいんですよ。はい、こうやって、でこれも可動がすごくて、こうやってね、はい、この腹部をこう前にやって針を突き出してるみたいなモードとかにもすることができます。はい、こんな感じでめちゃくちゃかっこいい。はい、いや怖いね。はい、リアルです。まあ、っていうね、はい、8でした。じゃあ次は、じゃあちょっと一旦これ挟むか。これを一旦挟みましょう。はい、これ、この青いやつ、なんかさっきちょっと見たような形してるなって思った方、鋭いです。はい、ということでこれもやっていきましょう。あ、でこれも一応このパーツがあるということで、はい、あ、もうここら辺まで見た方はあれって思ってる方いるかもしれません。そう、さっきとちょっと同じなんですけれども、あの違う箇所があります。なのでその違う箇所っていうのをちょっとね、見つけていただきたい。はい、でこうやって変形させていって、くるっと、ね、変形させてあげて、でここでパチッと、ね、くっつけると、で下に持っていって足を開きます。反対側もこうですね。で頭くっつけて、はい、でここ見てください。あら、何やらさっきとこの角の形が違うのではないでしょうか、ということで、全てで展開していきます。はい、こうですね。はい、これでなんとコーカサスオオカブトになります。おもろいよね。でこれもさっきと同じように、はい、こうやってね、変形させることができます。で羽を開いてあげて、ほら、この中の羽がちょっとなんかシルバーみたいなね、色になっててめちゃくちゃかっこいいんですよ。でこれもまあちょっとさっきと同じようにちょっとこう変形とかね、させちゃってあげて、はい、で足をね畳んであげたりして、でより飛行形態っぽくして、でミサイルをこうやってね取り付けてあげると、そうですね、反対側もミサイルを取り付けてあげると、で、まあ、この角とかね、こういろいろ変えたりもできるし、はい、
ところですね。はい、こんなねモードにすることもできます。見てください、ほらもう全然違う、まあ、色ももちろん違うんですけど、まあ、角もね、角の造形も違うしっていう。でこのなんかいろいろマーキングとかこのねプリントですね、こういうのも変わってます、はい、っていう。このビーストボックスはね、この似たようなものでも全くね違うように作っちゃうっていうね、これが素晴らしいです。はい、まあ、っていうね、はい、似たシリーズでした。じゃあ次いきましょう。はい、 OK。 じゃこれいきましょう。これがはいそうですね、はい、でじゃあちょっとね一旦上に置いて、はい、これが、まあ、結構これあの限定カラーなんですよ。はい、なのでちょっと普通の色ではないんですけれども、はい、うわここら辺とかちょっとヒントかもしれません。ということでこれが何に変形するのかやっていきましょう。まずはここの部分上に持ち上げてあげて、でここですね、はい、こうやると、で次ここも開いてあげると、うわこの足の本数といえばですよね。はい、開いてあげて、でこの腹部を上に持ち上げて、でここぐるっと出してあげてくっつける。はい、で、これ引っ張ってあげて、こうですね、くっつけてあげて、で足をこのように曲げて調整してあげます。こんな感じ、はい、でこうやってやってあげれば、はい、これでなんと雲になります。ということで雲ですね、はい、めちゃくちゃかっこいいこの色合いね、はい、このクリアブルーとこの、ね、水色、うん、ちょっと緑っぽい水色でこの青ね、めちゃくちゃ綺麗な色してます。はい、これ、まあ、雲なんですけど、これベルデスっていうんですよ。なんですけど自分これの、 あの元の赤いやつがあるんですけど、ちょっと赤いやつ持ってませんでしたね。はい、でなんとこのベルデスは尻尾から、はい、こんな感じでフックを出すことができます。すごいよ、はい、で例えばこのフックをこうやって引っ掛けてこうやって、ね、ぶら下げるとか、あとはあれですね、この、まあ、ちょっと一旦、ま、巻いて、はい、巻いてあげて、これを、まあ、こことかにこうやって引っ掛けて、でこうやってぶら下がるみたいなこともすることができるっていう、ね、感じになっております。おもろいよね、はい、こうやって、はい、こうやって、はい、こうやってぶら下がることができます。うん、いや、いいね、はい、っていうね、まあ、ギミックがあるやつもね、いるんで面白いです、はい、っていうね、はい、めっちゃリアルですね、はい、まあ、っていう雲です。じゃあ次はね、じゃあこれいこっかな、はい、これいきましょう。はい、それではこれね、やっていきましょう。あれ、これもなんかさっきちょっと見たかもってね、知れないですね。ちょっとじゃあやっていきましょう。パタ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 と、こうやってね、開いていきます。パタ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 と、はい、パタパタで、こうやってね、開いていきます。で、こうやってね、開いていくと、これね、実はさっきとちょっと変形がね、違うところがあるんですけれどもね、それもちょっと見てみてください、探してみてください。こうですね、パタ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 と、こうやって開いていって、こうですね、で最後ここ開いてあげれば、はい、これでなんと蝶々になります。はい、これパピオンですね、はい、
めちゃくちゃ綺麗。見てください、この光を当てるとここほらテラってするんですよ。これテラってほらこの特殊な塗装によってね、めちゃくちゃ輝いてるっていう、最強に綺麗ですよね。見てください、さっきのこのカイトモスとはだいぶ違う見た目になってます。はい、この真ん中のねこの本体もね違う造形になってるっていう。でこの羽のここ見てください、ここの変形が変わってます。はい、この先端にこう伸びるようについてたパーツがなくなっていて、この下の方にパーツが追加されてるっていう感じです。こういうリレコがおもろい。はい、ということでパピオンでしたね。これ紫のパピオン素晴らしいね。はい、ということで、じゃあ次は紫のパピオンといったらこっち行くかな。はい、このこれ行きましょう。はい、これもあのさっきのこのベルデスと同じく限定カラーになっております。はい、で限定カラーで限定ボックスもついてるっていう、これ嬉しいね。はい、ということで、はい、こんな感じ、めっちゃクリアパーツが綺麗。はい、ということで変形させていきましょう。こうですね、はい、こうやって変形させていきまして、でこうやってね羽を展開していきます。でもこれはね、まあ黒じゃないけどこのオレンジが入ってたりとか、すんごいいい色してるんですよね。めちゃくちゃ綺麗。ほらこれこの色、藍色かな、うん、このねダークブルーみたいなこの色がめちゃくちゃ綺麗なんですよね。はい、でこうやって足を開いてあげて、でくるくると足をまた回転させる時間です。くるくると、はい、反対側もくるくると変形させていきます。はい、くるくる、はい、そうですね。で下に持っていく、はい、でこうですね、頭回転させて触覚、この触覚の色も綺麗ですね。はい、あ、ちょっと取れましたけど、はい、でこれを回転させてあげて、はい、で腹部ですね、これを畳んで伸ばしてあげて、ここですね、伸ばしてあげて回転して、これをくっつける、はい、くっつける、はい、くっつけて、はい、こうやってあげれば、はい、これで、8になります。8ですね。いや、これいい色してますよね。このちょっと黒っぽい色とこのオレンジね、いいですね。8ですね、このパピオン8ですね。これめちゃくちゃいいね。ちょっとさ、青いさトンボもちょっと欲しいですよね、こうなってくるとね。あと黄色いカマキリとね、赤いクワガタも欲しくなりますよね。はい、まあというね、まあいろいろ言ってますけれども、じゃあ次はこれいきますか。はい、これも限定なんですけど、めちゃくちゃ自分が好きなビーストボックスの一体です。はい、ちょっと取り出しまして、はい、限定ボックスですね。あ、でこれの名前がテク忍者って言います。忍者なんですよ、名前。めっちゃかっこいい。はい、ということで、あれ？ちょっと待って、あ、足一本外れてた。はい、で、これいきましょう。これもね、さっきやったどれかと同じですけど、ちょっとね違ってるっていう感じです。はい、じゃあいきましょう。こうやって出してあげて、こうですね、はい、でこうですね、くるっと回転させて、いろいろねロック外していっ
て、体を起こして、頭出して、胸畳んで、鎌を出す。はい、こうですね。反対側もこうやって鎌を出す。はい。で、足出してあげて、はい、足を出してあげて、で、羽をぐるっと広げて出してあげて、あげれば、はい、これで鼻カマキリになります。どうでしょうか。面白いですよ、鼻カマキリっていうモチーフ。はい、このカマキリと全然見た目違ってます。このね、複眼の部分とか、あとこのカマの部分、あら、こう鼻、お鼻みたいになってるっていう。しかもこのさ、塗装すごいですよね。このちょっとグラデーション入ったりとか、あとここ羽、ほら、このさっきのパピオンみたいにこのラメッとしたこういう特殊な塗装がされてたりとか、あとここ、このプリントのこの模様がめちゃくちゃかっこいいっていう、こういうところとか各所に、はい。なので自分めっちゃこの、これベイパーウェイブって言うんですけど、めっちゃ好きですね、このビーストボックス。激レアです、はい。まあ、という、ね、感じでベイパーウェイブでした。じゃあラスト、ラストいきましょう。ついにラストになってしまいました。はい、こちらです。はい、これが何になるのか。もうね、2回もう変形させてるんで、これはもう皆さんね、分かったかと思いますけれども、まあ、最後までね、ぜひお楽しみください。これもでもこの2つとは違った変形を持ってるので、ちょっとそこも楽しみにしていただきたいということで、はい、くるくると、はい、変形させていきまして、これね、今結構スムーズに変形させてますけど、もうね、裏でもう何回も変形させて覚えていますからね、はい。ということで、まあ、変形を覚える時間もね、楽しいんですけどね、本当にすごい楽しい変形ばっかりなんで、ビーストボックスってすごいいろいろ考えられて、うん、特にこのカブトムシ型なんかはね、こうガラッとね、こうたくさん回したりする変形が多いんで楽しいですね。はい、長い角、はい、ということで、これでなんとヘラクレスオオカブトになります。かっこよすぎる、かっこよすぎる。そしてこの色めっちゃ好きです、僕この色、はい。なんか青竹色みたいな、なんか緑と青が混ざったみたいな色してます。はい、でこれももちろんこうやってシュフィ、はい、こうやってね、あと羽をシュフィ開いてあげることができます。はい、シュフィで、もちろんこのミサイルですね、これをこの下に取り付けることができると。ほんとね、このカブトムシ型がね、あの今紹介した中で一番プレイバリューが高いんじゃないかなと思います。偏見も面白いし、はい。ということで、こうやってね、くっつけてあげて、あとちょっとね、こう変形させてあげたりとかね、しまして、こうですね、で足閉じてあげれば、はい、これでジェットモードになります。めちゃくちゃかっこいい、はい。ということで見てください、この3体ね、体とかは変形同じなんですけれども、このマーキングとか、この塗装とかプリントか、うん、とか、この色とか、この角とかが全く違うので、もう全然違うく見えてしまうというね、はい。なのでもう自分は3つ揃えちゃいました、これかっこよすぎて、はい。ということで、いかがだったでしょうか、このビーストボックスの虫シリーズ。なかなか変形玩具では見ないモチーフがやっぱビーストボックスってたくさんあるので、そこがね、ほんと醍醐味なんですよね。こうなんか例えば自分が好きな昆虫とかね、こうやってなんか探して買ってみるもよし、なんかあ、これいいなと思って、なんか虫は苦手だけどビーストボックスの虫は大丈夫みたいな、僕はそのタイプなんですけど、あるので、はい。なのでこうなんか気に入った、ね、虫を買ってみるとか、あと虫以外ももちろんたくさんあるので、動物とか
もあるので、それを調べてみてね、あの僕いろいろ出してますので、ビーストボックスの動画、ね、で見るっていうのもいいかと思います。あ、やばい、これちょっとこれ忘れてました。これあのカイトモス の特典なんですけど、はい、このサナギの中からなんと、はい、幼虫が出てくると、はい、おもろい。でこの幼虫はどうなるのかというと、はい、幼虫から何やら持ち手が出てきて、頭をガバッと開いてあげると、はい、バルカンになります。はい、なんと幼虫バルカンですね、はい、っていう感じのおもろい特典もあります。他にも特典あるやつあるんですけど、ちょっと今回あの、ね、シンプルに変形だけをお見せしました。はい、ということで、あ、でこの、ね、ヘラクレスの名前はゼファーって言います。はい、っていう感じかな。はい、ということで10体変形させました。皆さんちょっといかがだったでしょうか。なんかね、これいいねとかあったらぜひコメントしてください。個人的には今後出してほしいこの虫として、赤いカブトムシ、青いトンボ、あと白いタランチュラとかね、出してほしいなと思いますぐらいかな。あとなんかあったっけ。あとは、あ、アリ、アリ、アリ、黒いアリと、あとテントウですね、テントウ、テントウムシ、はい、とかかな。うん、まあ細かいこと言うと、ダンゴムシ、カタツムリ、ムカデ、セミとかいろいろありますけど、まあ、とりあえずは主要キャラ揃えたいですよね。うん、うん、もうすでにこのハチとパピオンがいるわけなんで、あとは、うん、あと、カマキリだ。はい、カマキリの黄色ですね。はい。赤いクワガタ、青いトンボ、黄色いカマキリ、白いタランチュラ。もうこれはもうマストでちょっとお願いしたいなと思ってます。はい、ということで、今回の動画いいなと思った方、ぜひチャンネル登録や高評価、Twitter、TikTok のフォローなどよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。